にちは、劇団スカッシュ。はい、10月になったということでですね、皆さんどうですか？来校の方は皆さんもうおとりになられましたか？私はですね、無事に1回目のバトルで勝利することもできて、なんとかあのですね、金のズリのみがもらえなくて結構焦ったりしたんですけども、運よく普通のズリのみでちょい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 投げてたところをちゃんとね、こういう風に雷光をゲットできましたので。ただね、あんまり個体値のいい雷光じゃなかったので、まあもうちょっとね、いいのが取れたらいいなという風には思ってるんですけど、実は以前動画でルギアを捕まえにお台場に行った動画を出したんですけど、結局ですね、私ルギアは捕まえることができませんで、倒したんですよ。あの後もなんとか倒したんですけど、結局ね、買い物入ってくれなかった。それもうそれでね、完全にポケモン GO のモチベーションはだだ下がりしてたんですけど、まあね、スイ君とライコは取ることができたんで、まあまあまだまだまだちょっとね、まだまだ頑張んなきゃなっていう感じなんですけど、これライコを捕まえる動画をどうやって撮ったかというと、iOS が新しくなりまして、 iOS11 か11になってから、この iPhone を録画するっていうのが他のアプリとか、あとクイックタイムとかを使わずにできるようになったということで、外でも気軽にこうやって画面を録画することができるようになったんです。で、それは素晴らしいアップデートだな、iPhone さんということで、このね、iPhone、iOS11 の新機能、素晴らしいなというふうに思ってたんですけど、一つ、ちょっと物申したい事案がございまして、今日はこうやって動画を撮っております。それは何かというと、私ね、これ以前も話したかもしれませんけど、よく iPhone でスローモーションの動画とか、普通のまあ動画とかを撮って、それを YouTube にね、載せるために編集したりしてるんですけど、iOS が11になってから、こうやってね、いきますよ。だからこうやって普通にビデオをこうね、ポンと回しますと。はい、撮ってますよ、撮ってますよ、と、今カメラに向けてこう撮ってます。はいはいはい、いい時まで撮りました、と。ああ、よし、じゃあこれをじゃあ、ね、編集しようということで、編集ソフトに取り込みましょうということで、こういう風にライトニングケーブルをつないで、ですね、まずこれ取り込みます。はい、取り込みます。前川健二のこの iPhone から取り込みますっていうと、ね、見てください。ここ。これ今撮った動画なんですけど、黒い動画なんですよ。でね、さっき撮ったライクを捕まえる動画っていうのは、ここにあります。川島さんとこにこの間髪を切りに行ってきたんですけど、その時の動画もなんとかあります。ちょっと前の目黒のさんま祭りの動画とかもちゃんとありますっていう感じなんですけど、この黒い絵の人たち何かっていうと、ハンドスピナーでナーフの弾飛ばそうぜっていうのをやってた時にスローモーションとか普通の動画を撮ったやつなんですけど、これがですね、軒並みこの真っ黒になっちゃったんです。真っ黒にね、今撮ったこの動画とかも、じゃあこれ真っ黒だけどどうなってんのということで、これを読み込んでみますと、ツツーっとこう普通に読み込まれるんですけどね、読み込まれるんですけども、はい、はい、撮ってますよ、撮ってますよ、と今カメラに向けてこう撮ってます。音声は入っておるけれども、黒絵になってしまってると、こういう不具合が出ておるわけです。で、これ今これファイナルカットプロっていう編集ソフトでやってるんですけど、 iPhone じゃない、 Mac にデフォルトで入ってる iMovie という編集ソフト、こちらでこのメディア読み込もうとしても、こっちの方はですね、さらに症状が深刻というか、こっちの方は今撮った動画がなかったことになっているんですよ。なかったことになってしまっていると、動画ファイルとして認識されてませんよ iMovie 上は、みたいな感じになっちゃってるんですよ。これまずいでしょと。 iPhone ね、 Mac の純正の iPhone で撮ったものが Mac の純正の編集ソフトに読み込めないなんてことをやっちゃダメじゃないですかと。はい、そしてこれどうしてこういうことに iOS11 にしてなっちゃってるかというとですね、画面録画をして話しますけれども、iPhone を
iOS11 にアップデートした場合、この設定画面のカメラの設定、この中に今まではなかったこのフォーマットと呼ばれるものが、出てきているわけです。で、このフォーマット何かというと、カメラ撮影におけるファイルのね、写真を HEIF、 そしてビデオの方は HEVC フォーマットで撮影するという、この高効率という方にアップデートとともに勝手にというか、まあね、良かれと思ってこういう風になってるわけです。要するに今まで撮ってた動画のファイル形式と違うもので撮っちゃってるので、この編集ソフトたちがそれをちゃんとした動画として認識してくれないという感じになってるんです。なので今まで通りやりたい方は互換性優先という方を選択していただくと、今まで通り JPEG と H264 で撮影ができる。これをチェックしておかないと、今まで通り撮影したはずなのに、あれ編集ソフトに取り込めないという厄介なことに巻き込まれてしまうわけです。この設定にしておけば、ビデオ撮影をしますよ、ビデオ撮影をしますよ、今カメラの向こう側どうなってるんですかっていうのがちゃんと録画されて、ファイナルカット編集ソフトにもこれがちゃんと読み込まれてきております。はい、こういう感じで読み込まれてきていると。じゃあですよ、じゃあこの黒くなっちゃったやつ、黒くなっちゃったやつはもう編集できないファイルで、もうあれですか、お蔵入りのファイルになっちゃうんですかというと、これについては一応対処法がございます。以前説明させていただいたように、エアドロップで Mac に飛ばしてあげる。そうすると勝手に Mac でちゃんと見れるような動画に変換をしてこっちに送ってくれるんで、ちゃんと後々編集もできるようになります。今までよりちょっと一手間変換を加える状態になるんで、ちょっと転送に時間がかかっちゃう。あとは、ですね、iPhone じゃないや、Mac のデフォルトとして入ってるこの写真アプリ。写真アプリを開いて iPhone から動画を取り込むと、ここでも一度変換が行われるので、ちゃんと、先ほど撮ったファイルを認識してくれるようになります。だから、黒絵になっちゃって、ああニッチもサッチもいかないなと思っても諦めないでください。ちゃんとこの写真アプリとかエアドロップで送信することによって、ちゃんと編集ソフトでも読み込めて編集できるようになります。おそらくですけど、今後、Final Cut Pro、 あと iMovie 側に多分アップデートが来れば、これは問題なく読み込めるようになると思うんですけど、で、この現象が起こるのは iPhone7 を使って iPhone7 以降を使って iOS11 にアップデートした人のみです。iPhone6 とか、5、6 とかその辺のものを使ってる方にとっては、このそもそもさっきお見せしたのフォーマットの iPhone のカメラの設定のフォーマットという項目が出てこないらしいので、この影響を受けることはないと思うんですけど、 iPhone7 以降、7と7プラス、そして今度出てる iPhone8 も多分フォーマットの状態がね、さっきの高効率っていうものになってるはずなんで、今まで通りの撮影そして取り込みをやろうと思うと、あれ黒絵になっちゃってるということが iPhone7、8 ではその可能性がありますんで、その点皆さんお気をつけてください。これね、iPhone で撮影をしてる YouTuber の方にとってはこれ死活問題だと思いますよ。私はね、まだね、そういうそれで困ったっていう声を僕以外からあんまり聞いてないんで、どれぐらいの方がその症状に悩まされてるかちょっと僕はね存じ上げない。皆さんはもしかしたら最初からはぁと、今更気づいたのと、そのフォーマットのことなんて iPhone がね発表された時にもう知ってるよ、 iOS11 になってからそうなるっていうのも気づいとけよっていうことかもしれないんですけど、私はもう最近気づいたんで、これをね皆さんにお伝えしなきゃなということで今動画を撮っておるわけです。
ということで、私はですねこうやってあのポケモンを捕まえたりもしておりますけど、先日あの見てください、ほら髪ちょっとすっきりしたでしょ。私たち劇団スカッシュがいつもお世話になってます川島さんのところに行きまして、髪を切っていただきまして、その様子もですね iPhone でちょっとバーバーバーと撮影をしてきたんで、今その様子がわーわーわーと流れてると思うんですけど、はい、埼玉県は川越にございます。川越の駅からですね本当歩いてすぐ5分ぐらいですかね、スペルさんという美容室、川島さんが一応店長さんでオーナーさんはまた別にいらっしゃるんですけど、この間その髪を切りに行った帰りにですね、あのちょうどあの閉店時間だったんで、皆さんとちょっとあの近くにある川越焼きそばのお店に行って、それで焼きそばをね食べたんですよ。めちゃくちゃうまいの。まずお酒に合うっていうことと、飯としても腹がたまるし、料金もリーズナブル。これで、まあ、前回ね、ゆうやさんが川島さんのとこ行って、美味しそうなベーグル屋さんを紹介してましたけど、私はですね、私が推奨するコースとしては、川島さんとこ行って髪切ってもらいます。その後、あの焼きそばのお店に行って、ご飯食べて帰るっていう、このコース、このコースを推奨したい。すげえうまかったんですよ。なんていうんですかね。ちょっと B 級グルメって言っちゃうと、ちょっと、いや、そういうつもりでやってないって言われちゃうかもしれませんけど、もうめちゃくちゃお酒にも合うし、みんなでワイワイ食べるのもいいし、一人で、カウンター席とかもあったんで、一人でね、焼きそば。新食感なの。焼きそば、ね、見たらわかると思いますけど、焼きそばっていう感じじゃないんですけど、すげえね、なんかカルボナーラ的なやつとか、ナポリタン的なやつとか、すげえ美味しかったんで、川島さんのお店の情報と焼きそばのお店の情報、ちらっとその詳細欄にも載せておくんで、よかったら皆さんも、髪を切るついでに、焼きそばを食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。さあ、ということで、今日は、私、ライコーをゲットしたよというお話と、そしてこの iOS 11 やってくれたなというお話と、川島さんのところのお店で髪を切ってきたよという動画でございました。もう秋になりましたね。今年も残すところあとわずかですけども、頑張っていきましょう。じゃあねー。